ハロルド・ハッピー・ハーストンは、アメリカ合衆国の、プロバスケットボールリーグ NBA で活躍した、元バスケットボール選手。ノースカロライナ州ウィンストンセーラム出身。ロサンゼルス・レイカーズ時代には、主力選手の一人として1971から72シーズンの伝説的な33連勝、NBA ファイナル制覇に貢献した。アトキンス高校で、 バスケットボールとフットボール、陸上競技で週のオールチームに選ばれた、ハーストンは、ニューヨーク大学に進学。ニューヨーク大での3シーズンのプレイで、平均21.0得点、通算1346得点、フィールドゴール成功率51.8%を、記録。後に、ニューヨーク大学体育伝道入りした 1964年の NBA ドラフトで4巡目、全体33位指名で、シンシナティロイヤルズに入団。NBA では2年目から頭角を表し、以後得点とリバウンドで、毎シーズン安定した成績を残した。1967から68シーズンには、デトロイトピストンズに移籍し、翌1968から69シーズンには、 初の平均ダブルダブルとなる18.1得点11.8リバウンドまで成績を伸ばす。以後、ハーストンは引退する1974から75シーズンまで7シーズン連続で平均ダブルダブルを達成した。1969から70シーズン、ウィルト・チェンバレンとエルジン・ベーラーの欠場により苦戦を強いられていたロサンゼルス・レイカーズは、 インサイドを補強するためにシーズン中にハーストンを獲得。ハーストンはチームの期待に応え、レイカーズ移籍後は20.6得点12.5リバウンドを記録。翌1970から71シーズンにはキャリア範囲となる平均18.6得点を挙げた。1971から72シーズン、レイカーズのヘッドコーチにビル・シャーマンが就任。シャーマンは ハーストンにより、リバウンドに専念させることで、チェンバレンの負担を軽くさようとした。これにより、ハーストンの得点は大幅に後退したが、一方リバウンド数は伸び、このシーズンは13.1得点13.1リバウンドを記録。チェンバレンは、シーズン通算1572リバウンド、ハーストンは1045リバウンドを上げており、同じチームで2人の選手が、 シーズン23000リバウンド以上を挙げた、史上唯一の例となった。そしてレイカーズは、アメリカプロスポーツ史上最長記録となる33、連勝を達成し、プレイオフを勝ち抜いて、優勝を果たした。1973年にはジェンバレンが引退。インサイドのようとなった、ハーストンは、1973から74。 シーズンから2シーズン連続リバウンドとフィールドゴール成功率でチーム1位となり、また1974年11月15日のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦では1球だけで13のディフェンシブリバウンドを上げ、これは NBA の新記録となった。ハーストンは1974から75シーズンを最後に現役から引退。 NBA 通算成績は11シーズン776試合の出場で11,505得点8,019リバウンド平均14.8得点10.3リバウンドだった引退後は俳優としても活動したまたゴルフ場を経営する傍ら事前事業にも力を入れハッピーハーストニュース財団を設立した2001年に 前立腺がんの合併症により58歳で亡くなった。ありがとうございます。